さあ、まばらではございますが、どうぞどうぞ、もっと前の方にね、どうぞ前の方に。もう少しね、人を集めたいとは思いますが、よろしいでしょうか。参りましょう。怖い。占い。これは人類創生以来、宇宙の無限の神秘を受け継いできた究極の科学。人間の力を超越したその謎に満ちた能力は、四大文明の歴史を経て今なお、ごく限られた一部の選ばれし人々に受け継がれている極めて神聖な才能。その才能を仰せ使った最大の人物こそこの私、ビクトール・ダマスガラスでございます。ここで拍手をいただかないとこれ盛り上がらない。はい、ありがとうございます。はい、すっかりね、お客様もいらっしゃいませんけれども、あ、よかったらですね、今占いやってますんで、よかったら見てってくださいね。さあさあ、まあこれぐらい集まればいいでしょう。じゃあもうちょっと前の方に、どうぞどうぞ前の方にね、前の方に。そんなに出ないでください。私より目立ったよ、黄色い線より前に出ない、ありません、そんなのは。結構疑いの目で見てますよ、ね。それではね、あ、どうぞこちらで、今占いやってますからね、見てってください。これどうぞ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 、ね、どうぞ、お帰りの前にどうぞ占いを一つ見てってください。これね、占いましょう。そうです。さあ、本日ね、シンデレラオペレーションライトオブロマンスが盛大に行われているということで、私、光の魔術を用意してまいりました。さあ、皆様、何か光るものはお持ちでしょうか。こういった携帯のもの、こういった携帯持ってるでしょ。そうそうそうね、後ろの方も出して出して、これね、そうでございます。ああ、そうそう、何か光るものはお持ちですか。こういう、こういった携帯のもの ね絶対持ってるはずです、皆さんね。はい、そしたら画面をこちらに向けて、ちょっと待って、あ、ちょっと待ちました。どうですか。はい、そしたらそれをこう高く掲げて、高く掲げて、そうでございます。そう、画面をこちらに向けて、ああ、そうでございます。高く掲げて、あ、そう、こう私と同じ方向に振ってください。ああ、そうでございます。ああ、すんげえ綺麗。ああ、超綺麗。光の魔術、ありがとうございます。冗談でございます。こっからが私の占いでございます。さあ、カメラモードを起動してください。はい、デジカメでもこの際結構でございます。さあ、よろしいですか。参りましょう。シャッターチャンスです。はい、シャッターチャンスです。さあ、撮って撮って、さあ撮って、はい、はい、はい、バッチリ、はい、ありがとうございます。さあ、撮った写真、ただいまこちらの水晶玉、何色に光ってますでしょうか。赤と緑。赤と緑、はいはい。まず緑の方いらっしゃいますか。緑の方はですね、全身の色でございます。今年1年何か始めるといいでしょう。マジです。さあ、続いて赤色の方、はい、赤色の方いらっしゃいますか。赤色の方はですね、情熱の色でございます。素敵な恋を見つけてください。赤か緑しか。さあ、無色の方いらっしゃいますか。無色の方、無色、あ、仕事を探してください。私も頑張って働いてるわけですからね。ありがとうございます。さあね、皆様、こうやってね、楽しんで笑っているということ自体が幸せでございます。人間とは自分の力で人生を切り開くものです。幸運とは自分の力で掴むものですね。じゃあ最後にお聞きしましょう。皆さん、ハッピーですか。イエーイ。全然元気がない。もっと元気よく、もう一度聞きましょう。ハッピーですか。イエーイ。イエーイではなく、ハッピーですって。イエーイでもいいんですけど、もう一回いきましょう。ハッピーですか。ハッピー。あー、ありがとうございます。世紀の大占い師、ビクトール・ダマスガラスでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。終わりでございます。さあ、どなたか手袋をされていらっしゃる方いらっしゃる。